カフェよろずやもですね、5年目に突入いたしました。まあこの間ですね、出だしはですね、今日お見えになっていらっしゃると思うんですけれども、コンサルタントの松林さん、それから消防会当時消防会員所の、小林さん、あのご指導のもとですね、私どもここにいます2人の今では女将になります、北村と、それから当時はですね、あとはスタッフが何人かおりましたが、まあ、コロナの関係なんかありまして、今は寂しく2人の女将さん、しかし2人とも非常に、元気で、まあ、万年二十歳のような、おかみの関係ということですね。今日はですね、そして5周年の記念ということで、事務局の縁の屋さんにね、最初から最後まで支えいただきました。で、今日お集まりの皆様方のご援助によりましてね、やっとこの秋の午後まで、めでたく旅行ができました。どうかこれからもですね、私どもにこの商店街のためにも皆さんご参加をいただいて、元気にみんなで一緒になってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと簡単ですけれども、ご注文にご挨拶いただきたいと思います。本当にありがとうございました。またありがとうございます。よろしくお願いします。本当に皆さんのおかげでよろずやが4年これで終わって5年目に入ろうとしています。当初はまさかこんな鳥居ができるとも思わず小石さんたちのトップがね、これだけ集まるとも思わず来ました。ようやく今5年目になり、ようやくよろずやという形を皆さんが作ってくださった気がします。で、まあ、コロナに負けず皆さんがいるので私も心強く思ってますので、これからも末永くよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。本当でも皆さんのおかげでここまで来れたんだなと思います。これからもよろしくお願いします。あ、閉めてすいません、田中と申します。去年ぐらいから、まあ、よろずや含めて、少し関わらせていただいてます。町づくりをする、まあ、会社を作って、ここの今の、この未来の若手よろずやを運営していく会社、それから西沢書店、まあ、あと上にある、会社法人も、ね、ありますけれども、そこ含めて、全部と協力しながらやっていきたいという思いで、新しいこう会社を作ることにしました。皆さんも、ね、お力をいただくことが非常にあるかと思います。ぜひ、お力添えをいただきながら、皆さんと一緒に成長していけたらなというふうに思います。で、一応会社名なんですけれども、本を中心とした人とことものをつなげていくという思いがあって、本の一言という合同会社を作ります。合同会社本の一言という会社になりますので、また一緒にね、協力していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。コラボちょっとやるね。ありがとうございます。一言とそれが今後の抱負、今後の抱負、はい、ね、本当に皆さんのおかげで4年終わりまして5年目ですね。5年目、はい、はい、そう、数えでね、ちょっとね、あれなので5周年になりました。本当に本当に感謝しかありませんので、はい、私たちが返せることは元気と笑顔と続けることです。ぜひ来年に向かって、はい、本屋と一緒に、そしてそうですね、八代駅前の活性化を目指して頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。はい、一言で。私もですか、ありがとうございます。いや、ここまで全力でやってきたんで、これからも全力でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。社長、一言お願いします。社長、一言。
言言い過ぎちゃっても、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。そして今後のいろいろ方法もありますと思います。今後はね、だからね、私はまああの、生きてる間はこの商店街をとにかく活性化したいというのが一番の目的でね。でそれには一つほら本屋がね、あと私5年かそこらなんで、それ間に合わないかもわかんないんで、誰かを探して誰かのご指導をいただいてね、であとつなげていきたいっていうのが理想ですね。先ほどの言っていたあの企業、新しい企業の今、うん、あの一応アウトサイダーで入ってはいないです。あ、いないですか、うん、ただここのスペースをね、どうやってその新しい会社に貸してやるかとかね、まあ、そういう関わり感じなんです。全体的ってよりも、まあ、ここのスペースを同じあの目的の会社だからね、今度新しい会社はだから その会社がうまくいくように あるものを有効利用してもらうっていうような形でね、関わっていこうと。カフェも含めて書店も、そうそう、ね、2階もね、できればここの2階3階もあるから。あ、そうですね、これそうですね、まあ、盛り上げて、盛り上げて、そういう目的の会社なんですね。そうなんです、そうなんです。安田さんはその中でどういう役割をされるの？私はだからあの1階の本屋で、はいはい、もうあの本屋もね、はい、もう年でもって新しい発想がないんで、だからそのさっきの会社の人たちのご指導をいただきながら本屋をやってくれて、なるほど、なるほど、それとぜひあの、元気で頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。社長、社長、小林さん、降りて、店長入る？